ニコレット・ラーソンはアメリカ合衆国の歌手。1978年にワーナーブラザースレコードからソロデビューを果たし、1980年代中期にはカントリーの分野でも活動した。モンタナ州ヘレナで生まれ、ミズーリ州カンザスシティで育った。サンフランシスコを拠点として歌手活動を始め、1975年よりコマンダー、コディ&ヒズ・ロスト・プラネット・エアメンのレコーディングやツアーに参加した。その後、ロサンゼルスに移ってセッションシンガーとしての活動を始め、1977年までにホイト・アクストン、ジェシュ・インチェスター、エミリュー・ハリス、ジェシ・コリン・ヤング、ニール・ヤング、ロドニー・クロウェル等のレコーディングに参加した。1978年にワーナーブラザースレコードとの契約を得て、テッド・テンプルマンのプロデュースによるデビューアルバム、愛しのニコレットを発表。同アルバムからは、ニール・ヤングが提供したシングル曲、溢れる愛が、ビルボードホット100で8位を記録するヒットとなった。2作目のアルバム、愛の季節からは、マイケル・マクドナルドとのデュエット曲、愛に、さよならを、が、全米トップ40入りしているが、愛の季節、レディオランド、オールドレストアップ&ノープレイストゥゴーはデビューアルバムほどの成功を収められなかった。1983年 MCA レコードへ移籍。1984年にはアカデミー・オブ・カントリー・ミュージックによって最優秀新人女性ボーカリスト賞を授与され、翌年キャリア初のカントリーアルバム、聖ホエンをリリースし、ビルボードのカントリーアルバムチャートで48位に達した。自作ローズ・オブ・マイ・ハートはカントリーアルバムチャートで40位を記録し、同アルバムからのシングル、That's How You Know When Love's Rightはビルボードのカントリーチャートで9位に達した。1987年のアルバム、Shadows of Loveはイタリアで録音された。1988年に公開されたアーノルド・シュワルツェネッガー主演の映画、ツインズにはナイトクラブの歌手として出演し、同作のサウンドトラックアルバムには、ジェフ・ベック、トニー・ハイマス、テリー・ボジョーとの共演による、I Do Die For This Danceが収録された。1990年、セッションドラマーとして知られる、ラス・カンケルと結婚。その後、旧友ニール・ヤングとのコラボレーションを再開し、ハーベスト・ムーン、ライブアルバム、アンプラグドにゲスト参加した。1994年には、カンケルとの間の娘に捧げられた子供向け楽曲のアルバム、スリープ、ベイビー、スリープをソニー・ワンダーから発表しており、同作にはデビッド・クロスビー、リンダ・ロンシュタット、グラハム・ナッシュがゲスト参加した。1997年12月16日、ロサンゼルスで死去。死因は肝不全に起因する脳浮腫であった。ラーソンの訃報に際し、グラハム・ナッシュは、我々はこのニュースを聞いて、本当に打ちのめされた。音楽にとって極めて悲しい日だとコメントしている。そして、1998年2月21日から22日にかけて、サンタモニカで開催された、ラーソンの追悼コンサートには、ダン・フォーゲルバーグ、ジョー・ウォルシュ、リトル・フィート、ボニー・レッド、キャロル・キング、ジャクソン・ブラウン、リンダ・ロンシュタット、クロスビー、スティルス&ナッシュ、ジミー・バフェット等が参加し、その時の模様は2006年にライブアルバム、A Tribute toニコレット・ラーソン、ロッタ・ラブ・コンセールとして発売された。ありがとうございます。